ママパパカホ沢田ファミリーです。あんたたち豚を倒しに行くよ。イエイイエイ行くぞネタを食べれるから食べて。食べれないと思うんだけど。あ、食べれんだ。まあでも全然。この人ネタを食べてら。うわちょっと生理的に嫌だな、なんか。うわ引くわ。ちょっと引きだわ。ちょっと見てらんない。なんでおかしいって。なんなんだよ。もう今回、ピグリン要塞安全に行くから、パパが道を切り開くから。オッケー。パパが道を切り開くから、もう二人は安全についてきてくれればいいから。オッケー。おー、すげえフラグだな。ちゃんとパパの言うことを聞いて、後ついてくるんだぞ。はい。ほら、マジ気をつけて。そうそうそう。こう、走って。火に気をつけて。走って。サンド、ソルサンド。おー、開いてる横。怖っ。ここら辺が。ちょっ！何してんの？何してんの？どうしたの？ねえねえ、今見てた？見てた。何してたの？パパ。ね、調子乗ったよね、感じ。え、ちょっと、何したの？何したの？え、何したの？ちょっとわかんないけど、どうする？戻るか？一回取れて。戻る？あ、ごめん。あ、で、なんで？あ、死んじゃった、私も。なんで？いや、カオちゃんに間違えて射抜かれて死んじゃった。ちょっと待って。ぐずぐずかよ。ひどすぎる。何したの、パパ？ちょっと見てなかったけど。普通に落ちた。普通にシューッと落ちた。さっき守るとか言ってくれたのに。もう信じないんだから。リモコンがね、まっすぐ歩くのは意外と難しいんで。リモコンのせいにして、そうやって。パパも一番後ろがいいんじゃない？一番前はネーネーがいいと思う。ね。まっすぐ歩いてね。ちょっとなんか、すごいな。じゃねえからな。行くよ、行くよ。まっすぐ歩いてね。まっすぐ。え、赤ちゃん、ちょっと待って、すげえまっすぐ歩くの難しいんだけど、なんで、どうした今日。あれだよ、ピグリン要塞にね、あれがあるんだよ。カジ型。カジ型。ネザライト装備を作るために必要なカジ型が、このピグリン要塞にはあるの。お、もうここが病院です。あ、なんかでもいい感じだね、今。まあ、チャンスじゃね。来たよ。あ、来た来た来た。ブルトいる、ブルトいる。どこ？姉さん、お願いします。アイスやっちゃってください。ちょっとじゃん。来てやった。お、来た来た。ナイスナイスナイス。うん、やっちゃってください。ああ。ナイスナイス。上にもいる。お、ナイスナイス。強くないその弓。強強じゃない？あそこの宝には、間違いなくカジ型があるらしいよ。マジで？あの、豚とかいないかだけ見てて。はーい。豚っていうか、なんか、怖いやつ。怖いやつ？怖いやつはいないかだけ見てて。多分上から落ちてくる。あ、あのね。うん、あ、パパ狙われてる。なに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 、あ、なになになに、お母ちゃん、あしか言わないから怖いね。怖い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 。あ、スケート。あぶねえ。おお、すげえ、はい。言って言って。あ、確かに。あ、じゃなくて。あの、お父さんビビってるけど。今日はパパが守ってやるからみんなを。すごいそっぽ。よし。こんな感じ？はい、なんか。あ、ブルート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 、これでも完全に安全だね。オッケー。多分ね。大丈夫。いきますよ。これで、カジ型をゲットしたい。3、2、1、ゴー！あったー！何？ネザライト強化のカジ型。しかも、ダイヤモンドの装備あるじゃん。しかもダイヤ装備あるじゃん。宝箱に。パパに全部いいもの預けるわ。私先に行くよ。任せとけ。俺任しとけ。全部責任を負ってもらうわ。任しとけ。いい？今帰るときに何事もなく帰るんだよ。オッケー。現世まで帰ろうか。帰っちゃおうか。うん。はい、ガスいるよ、ガスいるよ。ガストガスト。ガストいるよ。怖い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 。お願いだから帰らして。お願いだから帰らしてください。さあ、パパに全てを預けていく。こち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 。燃えてる燃えてる燃えてる。ちょっと待って、マジ、怖い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 。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、ちょ、落ちる落ちる落ちる。さあ、持って帰ってこれるか。いけいけいけ、開けて、開けて、開けて。ちょっと待って、本当にもう。開けて開けて。汗がすごい。開けてよ。
赤石だ。帰れたー、よかったー。よし。これでもう殺されてもとりあえずはリスポンして拾えるかも大丈夫だ。カジテンプレートをしまいます。やった、ダイヤ装備はしまっとくよ。いつ着るの？着ないよ。少なくともネザーでは着ないと思うよ。そうだ、めちゃくちゃ安定してるじゃん。そうだね、ド安定したら、ド安定したらやろ。いつド安定するの？ちょっと聞いておきたいんだけど。10年後とかちなみに言っとくけど、このチャンネルエンドラの RTA チャンネルだからね。 RTA してんの今。 RTA してんね今。もう半年経つけど半年9ヶ月経ってるよ。すげえな。一回交易しよう。それをさ、うん、何をもらえたら成功なの？俺の理想は、うんうん、耐火のポーションとエンダーパール。うん、耐火のポーションが一番欲しいかな。そうだね、耐火のポーションあったら満身しちゃわない？大丈夫？ありえる。初の声しましょう。もうびっくりしたー。ディグリンだー。バーディグリンだー。倒せ倒せ。ママじゃね、ひょっとして。バまさかとは思うけど。バ行きたい行きたい。おで、え、まだ。で、こういう時にね、ここから掘ると、ここから回収できない。なるほど。かちゃんも投げたい。で、多分、一回攻撃終わるまで、山と。ほう。なんかここで待って。泣く黒曜石とか手に入ってるよ。いらないけど。とりあえず待とう。あの、もっと。あ、耐火のポーションあんじゃん。あ、やった。わぁ。やった、初めて。3分だって。嬉しい。火炎耐火3分。エンパ6個になったよ。やっと。ほんと皮ば、皮って、こいつはあれかな、自分の皮剥いでんの豚皮なの。牛とかじゃなくて。豚皮なんじゃねえ、これ。入るまでが遠足でーす。よかった、でも耐火のポーション、あ、念のため、こういう耐火のポーション飲んどこうか。いや、絶対いらない。今無事に家に帰れるように。せっかく取った耐火のポーションなくしたくないじゃん、マグマダイブで。なんか、久しぶりにちょっと進捗があったね。そうだね、やっと。あれ、なんかピンクに染まってる。え、羊。そうそう、ハルくんが今日ね、ハルくんが今日全部ピンクにしたの。よく見たらすごい光景だな。ハルくんが今日ね、ピンク好きのハルくんが全部やった。全部羊をピンクにしてくれました。あの桜の染料で。あ、そういうこと。カットしてもずっとピンクなんだよ。最後の締めにエンダーパール投げ1回だけしていい？いいよ、いいけど、うん、何を目的に？ 100m 飛んだら、うん、新しい妹が手に入る。実績開示されるの。じゃあちょっと1個ずつ投げるよ。はい、そこでもうビューンってね。間違えて。シュン、パパどこ行ったって言って。シュン、楽しみじゃん。これどうやって投げるの？投げたことないんだけど。普通に投げるってこと？普通に流しで。見てるわ。じゃあママ、ママこのレールの上から、じゃあ行きますよ。いくよ。うん。長押しね。長押し。投げた。引く。痛い。いくつ ?414。全然じゃん。全然だよ。じゃあ次行く。かっこ、かっこ、かっこ。じゃあ次、かっちゃん。かっこ、かっこ。もっと、もっと上だ。絶対高くした方がいい。高くした方が、うん、足元。積み上げた方がいい。あ、そういうこと？うん。一人、その人が。それ死ぬんじゃない？かっちゃん。かっちゃん死んじゃうよ。行きまーす。はい。こう投げた。投げた。どうだ。お、私は、私はそう超えていた。海の中。どう？水中でーす。あ、水中。467でーす。あ、じゃあ行ったんじゃない？行ったかな？妹。じゃあ今日ゲットした妹を見ていきましょう。せーの、それ。かわいい、かわいい。かわいい。すごーい。着地がなんかかっこいい。じゃあ引き続き、沢田ファミリー、エンドラトーマス、RT を続けていきまーす。頑張るぞー。頑張るぞー。あと半年後。あと半年後、エンドラトーマス目指して、頑張りまーす。頑張りまーす。頑張りまーす。お疲れ様でしたー。お疲れ様でしたー。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。